ルカチャンネル2022。はい、はるばるルカの部屋へようこそ。部屋のものをね、すべて出して引っ越し当初みたいになってるんですよね。前回机の分解をしたと思うんですけど、机を買いに行って後ろにあるんですけど、これを今日組み立てていきたいと思います。一番最初デスクやるんで、デスクだけ開封していきます。部品が全部あるかどうかと組み立て方の説明書を軽く読んでいきたいと思います。早速気配を始めろや。前回の分解同様、このアイリス大山のドライバーでやっていきます。これあんま得意じゃないからね、説明書とか読みながらね、慎重にいきます。手順に行こう。次なんか細い棒をくっつけるやつ。なんか前さ、トレでこういうやつあったよね。デスク組み立て終わりました。こんな感じですね。なんか作業台みたいな感じだよね。こういう柄好きなんですよね。次はシェルフですね。ちっちゃい方です。小型のシェルフも完成しました。次は2個で1個のやつ。バカでけえけど、俺の身長よりでかい。あ、いや、俺の方がちょっとでかいね。うわ、これめちゃくちゃでけえな。もう圧迫されてる、こっちが。あ、統一されてるから。いいね。おめえなんだ？いよいよ、あ、ラストです、こいつが。ワゴンのキャスター、つけていきます。あ、ついたわ。OK。多分、持ちてつけたらもう終わりなんで。いや、12時から始めて今3時ぐらいだから3時間ぐらいかな。疲れたよ。腰も痛いし、やっぱ家具組み立てるのきついっすね。ドライバーなかったら何時間かかってたんすか。56時間かと。わあ、すごい面白い。てなんだよねおい、それ何がおもろい。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルとグループチャンネルの登録もよろしく。目指せ登録者10万人。張り切っていくぞ。